今回ご紹介する昭和美人は女優の松下由紀さん。1968年7月9日生まれ。出身、愛知県。身長168センチ。血液型、大型。1983年。映画、愛子16歳のオーディションに合格し、同映画にて主人公の友人役としてデビュー。上京し高校卒業後。 1986年までアメリカにダンス留学します。1987年、NHK ヤングスタジオ101でダンサーとしてレギュラー出演。1989年の TV ドラマ、おいしいのが好きが初主演作。以降、1999年頃まで、数々の人気トレンディードラマに主演。準主演として立て続けに出演します。1992年、 映画、新、同性時代、波の数だけ抱きしめてで、第15回日本アカデミー賞助演女優賞を受賞。1996年から準主役で出演している、ナースのお仕事は連続ドラマが4シリーズ、映画化もされる人気作となりました。1997年、アミューズから独立し、個人事務所を設立、自身の事務所の取締役を務めています。 2001年からバラエティ番組、ココリコミラクルタイプに出演。コントの中心を担っており、憎い上司の役や男性恐怖症の女役、被害妄想の激しい女役、田中直樹との夫婦役など多彩な役を演じました。バラエティ番組に出演のオファーが来たとき、単発ゲスト出演で、サンマ、カズの一丁神でヤンス、夢で会えたらでアカシアサンマ、 ダウンタウン、ウッチャンナンチャンなとの共演コントは以前からあったものの、レギュラーとしてのバラエティ番組に出たことがなかったので相当悩んだそうです。若い頃からむくみやすい体質だと自ら語っており、たびたび、太った、痩せたと話題になることがあります。2014年頃、温活による激痩せが話題になりました。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは昭和の美人たちを紹介しています。 よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。